さすげー。いやー、切なケースだよ。記憶少女ジエンド。やっていきたいと思います。気づいたね。前回の収録っていうか、前回のパートを、前回のパートか。前回のパートをアップしたときに気づいたね。あ、編集しようときかな。編集しようときに気づいたね。俺、ここ入ってないね。ここ、鍵持ってるの忘れとったね。扉の鍵は開けた。そしたら進まんわけだよ。これ調べたら、ほら、2つほどあるね。まずこっちから。なこれ。担当病院、大西が301、302、303。あったな。ベッドばっかの部屋がたくさんあったけど、そのやつやな。なんて読むな。なんて読むの、2人目。園田かな。園田さんかな。304、305。青木さん、306、307、308。なんか合格発表みたいな感じで書かれてるね。もう一つ。こっちこっち。なんこれ、机の上に置き手紙。なんなん。牧野さんへ。私のロッカーの中に監視室の鍵を入れておいたので、今日の帰りにそれで監視室鍵をかけておいてください。申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。青木。青木の野郎、俺に仕事を任せやがって、鍵の当番を任せやがって、くそ。くそ、ああ。500円玉入ってるやん。取っていくんだ。いいんだ、別に。猫ババって言うんですけどね、それ。猫ババっていうさ、一応ダメなやつなんですけどね。普通に取っていったよ、あの人。ってことは、なんかこの青木の306、307、308がなんか気になるところ。もう一回読んどこう。もう一回覚えるためにもう一回読んどけね。牧野さんへ。私のロッカーの中に監視室の鍵を入れておいてので、今日の帰りに。もういいな、これ。要するに、何だったっけな。担当、青木の担当のとこ行くんじゃ。306、307、308のどこか行くんじゃ。そのどこかのロッカーに鍵がありますんで、それで監視室開けてくださいっていうことですよ。それをゲームの作者さんはそう訴えかけてるんだ。危ない。暗くよく見えない。あ、もっと奥ら678やな。あー、何を俺進んだ。なんで俺進んだんや。なんで俺進んだん。何がいけるってちょっと頭の中でポンって出てきてしまった。なんで俺進んだん。カットじゃ。あ、青木とロッカーが抱えている。青木と抱えている。まさかな。え、ロッカー、私のロッカーの中に監視室の鍵。え、こっち？もしかして。え、じゃあこれは ?678 一応行くけど、え、なんかあるんかな。あの、今のロッカー鍵開けるところあったけど、そこ、そのロッカーの鍵がそっちにあるみたいな感じなのかな。行ってみないとわかりませんな。ふふふ。もっと奥か。こっちかな。6。じゃあとりあえずこれか。どっかあるん。フラグが立ったしたんかな。フラグが立った。どっかに鍵があるんかな。そういうことじゃないのかな。そういうことじゃないのかな。監視室の鍵とかあるんだな。あれ。まずここじゃなかったんかな。ないんかな。ここじゃなかったパターンかな。あー、バイバイ。危ない。よし、確認、一応確認しとこうか。ここが何号室か。7だった。了解した。でもアイテムあったら光るところなんよな、これまでのパターンだったらね。こっちが8かな。8はね。あ、あるあるある。なんで最初来た時なかったんだろうってぐらいある。目悪いんじゃないの？歩夢くんたち。歩夢くんだったっけ？歩夢くんでやったよな。目悪いんじゃないの？目悪いんじゃないの？暗いとはいえ、目悪いんじゃないの？あ、危ない。調子乗って一気寄ったら、死にかけたわ。危ない。俺ちょっと今日、注意力かんまんや。3時間前とはいえ、俺酒飲んだけんかな。残っとんかな、アルコール。危ない。戻っていかなな。よし、オッケー。
これ取ったらセーブしていきたいところ。オッケー。で、中には暗いな。まだこういうことやらなあかんパターン。もう上の方や。上の方だった。別にどうでもいいけど。監視室の鍵ってことで、監視室に行かなあかんわけだ。監視室ってことはもしかしてさ、1階や2階の見えるんかな。ってことはさ、もしかしたらあいつらどっか行った時っていうのが分かるかもしれんのか。監視室どこだろうな。それっぽいところ。危ない。またやりそうだった。ちょっと今日は注意力緩慢すぎるよ。突っ込んでいきすぎよ。よし。あー、ふう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 。こっちじゃないな。とりあえず上の方の階にはあの病棟しかないけん、もう行く必要。あっ、これ監視室だった。監視室じゃん。てかよう考えたら見たことあるやん。ここ監視室に、おお、パソコンある。ゲーム実況しようかな。ゲーム実況中にゲーム実況しようかな。ゲーム実況中にゲームの中でゲーム実況する。これ新しい試みですやん。なんか何のゲーム入っとんかな。モニターがある。おい、ダブルモニターどころじゃなくてフォースモニターやん。すごいな、4つもあるやん。何があるんかな、このパソコンの中に。何インストールされたん。青鬼とかある。青鬼とか電源通ってないやん。え、あ、監視室か。ここで監視室。もう監視室じゃないわ、電源室や。監視室今おったやん。ほら、降りてないな。これでオンにしたらあかんのじゃ。他のやつも3階はそのまま行ったらアウトって、下ろしたらもう出た瞬間アウトって分かっておけ。やめとくと。それでいいんじゃ。これでいけるんだ。電源降りたけん。電源を入れる。起動中。起動が完了しました。わかりました。で、それで画面を見る。お、すげえ。古い Windows 98あたりかな。98なんかあったっけ。わからん。エレベーター、エレベーター変更。お、何あれ。おお、モニター見えるんやな。え、ちょっと待って、今のさ、ちょっと待って。俺さ、ここもう無言のまま戻ってきて、ちょっと離れて何あれって叫ぼうと思ったのに、その前で叫ばされたんやけど。不意打ちだめ、不意打ち。ほら、アイオンやってるー。サイコブレイク。怖いわ。こういう感じで全部見ていけばいいんじゃ。違う、全部チェック入れればいいやん。そうやん、そうやん。あ、なんか一つだけ見えんところがあるんや。あ、3階だったら別にいいんやけどさ。2階。え、あれ、2階おらんかったよな。2階一体もおらんかったはずなのにな。え、え、今のどこの、どこを映す、どこなん今おったなんて。左側やん。左側よな。左側にだけ集まってるパターン。え、いつの間にかおるパターン。おるな。問題はエレベーターの前の見張っとる、見張っとるやん、見張っとるやん。こいつどっか行ってくれんかな。なあ、飲みに。おお、どっか行ってくれてる。どっか入れてくれてる。もう一回、一応もう一回さ、もう一回見とこ。エレベーター本当におらんのかってちゃんと見とこ。最初から見よう。おるん、おらんよな。もうどっか行ったよな。どっか行ったままにおってくれとるよな。あ、待て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 。はよ切り替わって、はよ切り替わって、はよ1階まで行きたいんだ僕は。2階もうやることないんかな。おらんおらん、いけるいけるいける。ただあれじゃ、あれじゃ、一旦ここであれじゃわ。1階の電源入れとったらあかんで、これボーンなんてしまうで。まあ、果てなくてもボーンなんてしまうで。
ほうきチキみたいなボーンでなるよ。ほうじきつけてよ、バカ野郎。よし、セーブ。緊張の一瞬だ。もうアドバイスいいわ、お前。どんだけアドバイス頼りにしとる人間だと思われとんだ、俺は。そこまで、落ちぶれてないわ。よし、危ない。危ないな、今。今、危ないことしとらん。U ターンするやつだったっけ？違った。下に降りるやつ。危ない。よっしゃー。何にせよ、一回生きるぞ、このまま。行けばわかるさ。何があるかは行けばわかるさ。ようやく一回行けるんだよ、これで。よし！よし！予定通り、予定通り、計画通り、ヤガミライトだよ、ヤガミライト。入るの？入る。ヤガミライトで、あーめっちゃ油断したやつや。怖くない怖くないドラゲない怖くないドラゲない怖くないイエスイエス。あ、来よったんやな。あ、危なくないこれ。ほら危ない。危なかった、危なかった。横寄ってなかったら。お、どうした、アキラくん。ちょっと今アキラくんがバケモンかと思ってないから、バケモンの位置にアキラくん。あ、向こうで何か光ってるよ。アキラくんやめろ。あ、奇跡的に避けれたやん、お前。今は奇跡的やん。奇跡的すぎるやん、お前。こいつが一歩手前で右向いたらお前終わりだったぞ、お前。おい、アキラ、一人で勝手に行くな。お前ら、お前、置いてくな。俺ら置いてくな。怖い怖い怖い。危ない危ない。よう通れたな、お前。よう通れたな、お前。ダメじゃないか。勝手に一人で先に行っちゃう。ごめんなさい。お前、ステルス機能持っとるだろ。ほんとだ。何これ、鍵。あ、これじゃ、これやな。あのロッカーってことは、これであの3階戻ってあそこを取りに行けばいいんじゃ。青木さんのところ。他に何か。ああうわあ、心折ってくるな。心折ってくるわこいつら。よう行けたな、お前。横通ったじゃないか、鍵やつ。ダメじゃないか、壊れような。取りすぎてからライトつけて、取って、問題はこっからなんだ。上から来たな、あいつ。いけるわ。違うラインだ。こう行けばいいんだ。よかった、よかった。アイテム気になるって言ったな、前の俺は。ドックン言うたんや、今。他にアイテムあるかな？一応見ておかなあかんけど、ライトつけたら危ない感がすごいよな、これ。あ、別の入り口あるで。あー、危ない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 。怖い怖い怖い。あー、赤来てる、赤来てる。よっしゃ、こういうことなら、あ、でも上、赤いやつはこの、一周してきたやつにやられたんか、さっきの。最初のやられたやつ。あの中なんかあるんじゃん。なかった。調べることすらできんかった。あ、赤来るんじゃん、下から。おう、引き寄るわ。この赤ついていって、あ、ぶんな、振り返ったら終わりだった。あ、怖っ。よっしゃ、ここ。入れた。あ、ここに繋がってる。あ、監視カメラに。おるやん。いつまでかおるやん。いつまでかおりますやん。あ、来よる。来よる。来るなよ、もう。もう来るなよ。もう来よるやん。あ、離脱。危ない。死にかけたやん。こっちからは出ていけんで、絶対。よっしゃ、戻ろう。こうなったらもう、あ、でもさっき気になる。あー、両方通ればいいやん。他の回気になるな。あ、でもセーブしたいな。さっきセーブしてこようか。つうかもうこのまま終わろうか。ここで終わろうか。はい。というわけで今回はこのパートここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。今回めっちゃ捕まってたやん、俺。一回探索するときは捕まらん。
もう一回も捕まらん。決めた、もう一回も捕まらんけんな。次回の俺の華麗な脱出テクニックを見たいという人はチャンネル登録をお願いします。